メラを購入しました。どうもごです。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はですね、またカメラの話をさせていただきたいと思います。またって言っても前回やったんが、ちょうど1年ぐらい前にキヤノンQ7買いましたっていう話やったと思うんですけれども、今回2020年お正月ということで新しいカメラを購入しました。まずね、何を買ったかの前に最近使ってたカメラなんですが、写真は主に今撮ってるこのキヤノンのQ7、そして動画の方は GoPro と、もう一つ、オリンパスの EPL7 という機種になります。このね、 EPL7 でも今まで僕の動画では全然こと足りてたんですけれどもね、やっぱり街歩きした時のブレがね、どうしても気になってしまって、新しいカメラが欲しいなということで探してました。そこで今回購入したのがですね、じゃん、はい、あれ変わってないやんって思う人もおるかもしれないんですが、こちら、オリンパスの OMD EM10 Mark III になります。ちょっとね、ちゃうんですよ。比べてみましょうか。一緒やなように撮んなこちらのオリンパスのカメラなんですけれども、オリンパスというと最近新しいの出たばっかりやし、2020年の CB プラスでもう一台何か発表されるんじゃないかという記事も見たんですが、なぜこの少し前のモデルを買ったかと言いますと、まず僕の欲しいカメラの条件としまして、小型であること、そして、手ブレ補正が効くこと、これもさっき見たですね。そして、操作が簡単であること、これは街撮りとかするときにね、ごちゃごちゃやってたらめんどくさくなるんで簡単であること、でマイクロフォーサスであること、これは、これね、 EPL7 使ってた時にね、これね、マイクロフォーサーズのレンズを大量に買ってしまったんで、それを使いたいなと思いました。そして、ここ大事で、値段、価格がね、安くで買えること、この5つで探してみました。もう前置きすごく長くなったんですけれども、映像の方撮ってきたものをね、見ていただこうと思います。どうぞ。ございました。欲しいなと思ってますよ。そうあったかいな。着いたじゃない。よろしくお願いします。Trust into us and we will help. You think if we only want the best, what's best for you? Kokuyo, Kokuyo Nishikigo. I know that you are the one.もう一個作らないな、人間なのに生きるから。はい、いかがだったでしょうか。今回使ってみた装備としましては、このボディにですね、EM10 Mark III のボディに、オリンパスのレンズ 12mm50mm の F3.5 から 6.3 の電動ズームレンズね、入院って飛びるやつのランドミーとか、これで撮影してきました。撮影してきた感想としましては、オートフォーカスが速くて顔認証もしっかりしてるんで、バリアングルや、チルト液晶でね、自撮りができないものでもこういう感じでね、全然フォーカスがピシッと合うんでね、これももう安心のオートフォーカスです。それと手ブレ補正ですね、もうジンバルに乗してるんじゃないかって言ったら言い過ぎかもしれないんですけれども、なくてもいいかなっていうぐらいのレベルでした。これはほんまに良かったです。そして内蔵マイク、
風切りオンモードで使ったんですけれども、意外とやっぱりあの最近の内蔵カメラの内蔵マイクいいんで、うん、聞き取れるレベルで撮れてました。ただあの僕の声自体がねだいぶ拾いにくいんで、まあ、どのマイク使っても聞き取りづらいんで僕の声は、うん、それを考慮すれば全然使えるレベルだと思います。まあ、必要であればねまた風防の方もつけてみたいと思います。あと自撮りなんですけど、あのこのスマホと連動してみますね。ちょっと Wi-Fi 接続にすると、ねこんな感じでね、見え邪魔か、このこれ見えます、今モニター映ってのこうカメラピュッピュッと、ほんの少し遅延が発生してるけど、室内撮りとかするときやったらそんなに気にならへん程度じゃないかなと思います。このね、アプリが結構使えるんで、室内で、自撮りとかする際にはこのスマホアプリを使って自分のね映り声見ながら撮影することもできるんで、バリアングルなくても、自撮りできなくても特に問題ないかなと思います。はい、このカメラね今のところまだ使って間もないっていうのもありますし、気に入って買ったのでねいいところしか見当たらないんですけれども、まああの世の中探せばねものすごくいいカメラ、よく撮れるカメラもありますし、もう映画みたいなのも撮れるもありますし、すごく遠くまで撮れるものもあるんですが、自分に合った自分が気に入ったカメラを、買うっていうのがね機材も大事にできるし、いい写真が撮れたりいい映像が撮れたりするんじゃないかなと思います。まあ、それとね 4K24 フレーム撮影ができるっていうことで、少しね映像の雰囲気も変わって皆様にいいものがお届けできればなと思います。はい、本日はですねカメラ買っちゃいましたっていう動画パート2でした。また買っちゃいましたシリーズあると思うんですけどね、まあ、そこにもねいっぱいあるんでね、レンズが大量にあるんでね、またそちらも紹介できればなと思います。というわけで本日のお坊さんの動画以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。お坊さんゴムビーゴーでした。グッバーイ。よいしょ。